することが、まあ、多いです。まあ、実際決め、まあ、頭に酸素がいかなくなって、まあ、意識が落ちるっていう感じなんで、あとだから相手の首の横にプレッシャーをかけるのを、相手の腕が、まあ、最低真ん中か、まあ、ここまで流れてると、まあ、よりプレッシャーが。アングルを作るのが大事です。特につま先が伸びてると足を挟む力すごい弱くなるんで、しっかり足をこういう風にフックの状態にして、あんまり充実でこういう足の形することあんまりないです。崩して大事なことがいろいろ入ってるんで、まあ、そういうところで首をキャッチしにいってるのが、まあ、間違いです。まず大事なのは相手の状態を崩すことです。崩した瞬間にキャッチしても、この引きつけて足を内側から抜いたら、相手のこの腕の上から足、膝をまず内側に抜いてから足先を抜いていきますので、頭下げれない、腕が流せない時の僕の腕が入ってるんで、まあ、この円周が大きくなってる状態、この肘をまず抱えて自分のこの首に引っ首を引っ掛けるようにしてます。で、これを滑らせて首を曲げる、嫌がってきたら腕を流して、組みづらいときは、まあ、逆サイドの方が組みやすいことが多いでしょう。で、相手の手首を下からすくうようにして、スペースすくうようにして一回見せると、あ、結構前に来てて、こういう状態だと、まあ、起き上がろうとしてもスペースが詰まってて、まあ、なかなかこのスイープ狙っていけないんです。で、ここをパンチ、斜めにパンチしながら肘をついて体を起こします。起こしたらここで一回ブリッジします。ブリッジして腰をひねる、はい、だし、まあ、ここで、まあ、そのままサイドポジションとか抑え込みにもいけるし、まあ、腕もサブミッション狙いにいけるんで、まあ、返した後も